こんにちは。伝統工芸士の小岩龍馬です。長野県上田市の伝統織物、上田紬の作り手をしてます。あんかけ片焼きそばにからし酢をたっぷりかけて食べてむせるのが大好きです。今日は上田紬の特徴についてお話します。上田紬の特徴ですけれども、昔から言われている上田紬の特徴は2つあります。まず1つ目ですけれども、デザイン的なもので縞格子柄です。直線的なね、縞柄、あとはそのチェックの格子柄、この2つ、縞格子柄が上田紬の1つの特徴ですね。で、江戸時代の文献にも右京草子のね、井原西鶴さんが書いた右京草子にも結構その上田紬の縞柄について、五番縞とかね、そういうふうなあれでよく登場してます。それだけあと上田縞とかね、言われたりして、それだけ江戸のね、人々に人気を博したっていうことらしいですね。それが上田紬の特徴です。一つ目でもう一つ目、二つ目ですけれども、は何かって言いますと、丈夫なことです。これも昔から言われてることで、上田紬の発祥となった、始めたのは真田家が始めたと言われてるんですけれども、その真田家の真田幸村ってね、大阪夏の陣冬の陣でね、徳川家康に一気で向かっていったっていうね、それだけの武勇を名を馳せた真田幸村っていうね、上田城の武田出身の武将がいるんですけれども、そのね、武勇になぞらえて、真田も強いが上田も強いっていうふうに江戸時代には言われてたみたいです。要するに、その真田幸村も強かったけど、上田紬は強いよみたいなね、そういうことのね、例えとして、それだけ上田紬っていうのは丈夫というふうに、言われてます。で、その丈夫さん、なんで丈夫なのかっていうことですけれども、理由は様々あります。例えば一つ理由の一つとして、しっかりとね、打ち込んでいる、折る時にね、しっかりトントンと2回打ち込んでいることで、目をね、しっかりとね、積むっていうかね、目を積んで打ち込むっていうのが理由だったりとか、あとは縦糸のね、目がね、細かい、ものをね、目を細かくしてね、折ってるっていうのも丈夫さの理由かなって思います。それだけ風合いが、目が細かいんですんで、それだけ生地が詰まって、で、丈夫になるということですね。で、丈夫っていうと、ゴワゴワするのかなみたいな、そういうイメージもお持ちになられるかもしれないですけど、そうでもないんですよ。やっぱり丈夫だからといってゴワゴワしてるわけじゃなくて、しなやかなね、風合いになりますんで、切れば切るほど体に馴染んできます。で、長く、もちろん丈夫ですから長く着ていただけますし、本当にやっぱ丈夫さっていうのはいいとこ取りっていうかね、いいものなんだよね。それはとても一つのね、上田紬の特徴であるというふうに思ってます。で、この2つがね、上田紬のね、昔から言われている特徴ですね。縞格子柄と、丈夫なことなんですけれども、この2つって割と特に縞格子柄なんていうのは結構上田紬の特徴ではあるんですけれども、どの産地でも縞格子柄って作ってますよね。上田紬の専売特許っていうわけじゃなくて、他の産地でも作ってますんで、ちょっとインパクトが弱いっていうか、そういうのはちょっとなきにしもあらずなところもあるので、僕がちょっと最近っていうか、もう10年ちょっと前からなんですけども、始めた取り組みとしまして、もっと上田紬らしさっていうのをね、前面にアピールしたいっていう、上田しかできない、長野県でしかできないっていうことで、上田紬のね、もう一つの特徴っていうかね、新しい特徴ですね。新しい特徴として始めているのが、リンゴ染めっていうね、取り組みをしております。
これどういうことかっていうと、まあ、リンゴに特化した草木染めなんですけれども、でリンゴっていうのはもう長野県特産じゃないですか。ですんで他の産地が真似しようと思ってもなかなかそのリンゴの素材もそうですし、手に入りづらいですし、であとやっぱり長野県ならではのね、オリジナルな品種もあったりします。例えば、リンゴ、長野県のリンゴ三兄弟って言われる、シナノゴールド、シナノスイート、秋葉ってあるんですけども、それ長野県オリジナルブランドですから、まあ、他の産地がね、他のところが真似しようと思ってもそれはできるものじゃないので、まあ、そういう意味では長野県らしい、長野県でしかできないものだと思ってますんで、そういったリンゴ染めっていう取り組みも上田紬の新しい魅力としてね、今、まあ今というか10年ぐらい前から取り組んでいるところですんで、まあ、それもぜひ覚えておいていただければというふうに思っております。ということで今日は上田紬の特徴についてお話しました。ぜひ、参考にしてみてください。以上、伝統工芸士の小岩龍馬でした。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。Please subscribe to my channel and like this video. Thank you.